だからでも最近はあれなんですかね、その日本初でそれこそネットフリックスみたいなので世界でバズったりしてみたいな話もあるじゃないですか、うんうんうん、ああいうのになってくると待遇とかも世界レベルになってくるんですか。全然そんなことないですけど、でもテレビ局と比べたらまあ倍はあるんじゃないですか、ギャラは。それこそ全裸監督とかね、あえてネットフリックスであんだけ話題になって、日本初でネットフリックスで話題になった最初じゃないですか、全裸監督。まあそうですね、まあそれもあのそうする しなきゃいけないと思ったからあれをやったんですよ。はい、まあ題材はだってね嫌ですよ、まあ、犯罪者だし嫌だったんですか。あ、そうなの。題材嫌っていうかでも、うんうん、まああれである必要はなかったんですよ。あの世界配信のネットフリックスの作品に出なきゃいけないなっていうのがあって、うん、なるほど。まずネットフリックスで世界配信されるぞが最初にあったんだ。そうです、もうそれは決まってたんで190何カ国って。おお。でそこで日本の題材で日本の役者スタッフで世界に出すっていうことに意味があったんで、うんうんうん、いいよ練習しませんね、どんどん焼かしちゃって。全然大丈夫。俺めちゃくちゃ面白いのよ、二人の話聞いてて。いやいやいや、山田さんの話は、うん、そういうきっかけだったんだ、あの全裸監督は。え、そっから全裸監督になんでなったんですか。あ、でも最初にオファーが来た時に、うん、原作があるんですけど、うんうん、この全裸監督というものをネットフリックスでドラマで村西徹役でやってもらえませんかって、もうそれだけです。脚本も何もないんです。原作をやってくれないかと。これをドラマ化するんですけどみたいな。じゃあそこまで決まってたんですね。それいや決まってないです。それだけの企画段階です。あ、でオファーが来て、うん、で会いに行って話して、うん、まあ僕も村西さんのことも知らないですし、うん、まあとんでもない人なんだなと。え、すごいですよね。でまあそれを、うん、でもまあそうですね、世界配信するっていうことだったんで、うん、あのまあできる企画だっていうことだったんで、お、じゃあやろうと思って企画会議2年一緒にやってましたね。いや2年あったんですか。全然わからなかった。知らなかった。でも見る側やっぱ気楽に見てるから、ね、2年も会議してたんだ、うん、どういう会議なんですか。何に2年かかるんですか。ナルコスの脚本家とか来ましたよ。あ、ナルコスってあの麻薬王みたいな、はい、まあ、要は犯罪者でアンチヒーローというか、はい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 、ダークヒーロー、それを主人公にした時のどうやってお客さんの気持ちをつかむかっていう、はあ、本の作り方のレクチャーみたいなことだったりとか。普通ダークヒーローだとやっぱりお客さんの気持ちってつかみづらいもんですよ、うんうん、それをだからどうやっていくかっていうことだったりとか、まああとやっぱりちょうどまさにあの時があのアメリカの方で MeToo とか起きてたんで、で1980年代のむちゃくちゃな日本 AV 業界、うん、もう女性蔑視、はいはい、これを今やるっていうことは結構問題になるぞと。リスクあるよと、うん、それをじゃあでもなぜやるのかっていう、うん、一応ちゃんと大義名分が必要、うんうん、でまあでもその時代はそうだったから日本はでは済まされない絶対 確かに。その時代はそうだったかもしれないけど、それを 改めてこうフィーチャーするってことは、うん、あなたたちはそれをなんつうの容認してるのかとかね、うん、みたいなことを言われた場合どうする、うん、みたいな。おお、はい、まあ、やっぱ一人の目線ではなくて、うん、こっちの相手の目線もあってとか、まあすごいこう絡むなんか偶然いろんなものが重なってこうなってしまったというようなストーリーにしていかなきゃいけないっていうのもあって、うんうんうん、すごいな、2年企画してたんだ。まああれはそう、でもなんかもう憑依してるかのようなってよく言われると思うんですけど、はいはいはい、そういう表現をします ね、 ねえ、なんかもう山田孝之さんがそこにいないですよね。あ、その時はいないですよ。もう村西徹ですもんね。あ、それ以外もあれ常に役になったとか、常にというかまあスタートからカットまでは役なので、うん、でカットかかっても撮影期間中はゼロに戻って、じゃあ家帰ると戻ったらゼロになるかって、そうじゃないんで、やっぱそうなんですか、やっぱ残るんですか。僕はできないんですよ、そのパチパチでスイッチ切り替えるみたいなことは、うん、だからまあガチャッとこう一つになってて、カットかかっても撮影が終わるまではもうちょっと半分繋いでる状態みたいな。へえ、ちょっとアイドリング的な、うん、ちょっとオンになってるんだ。なんかそのどういうものの考え方をするかとか、うん、どういうものを飲むとか
そういうところも何だろう、必要があるかっていうか、そういうことをやっとくと安心できるんですよ。なんか、例えば生活からそういうことをやっとく。そうですそうです。だからハイボール飲みたいなと思っても、いやこいつはそんなウイスキーなんて高い酒飲めないから、あの安いあの焼酎とかを飲まなきゃダメだとか、いやいい肉食いたいな、いやダメダメ、もうカップラーメン、すごっ。いややっぱ結局だって入れてるもの触れてるものとかで人間の体ってできてるじゃないですか。確かに。だから出てくるんですよ、それは見た目もそうだし、はあ、あの考え思考とかにも出てくるんですよ。そこまで想像したら絶対すごいね。いや役の間はそうかもしれなくても、家に帰ったらそうじゃないと思ってました。まだ引きずるというかオンなんですね。それぐらいしとくと安心なんですよ。はあ、だからこそやっぱ役者さんたちがそうやって一個の作品に集中できる環境をあった方がいいですね。作ってあげたいっていうことに、確かにね、納得いくじゃん。それはそこまでやるんだったらさ、いろいろ掛け持ちやばいですよね。いや俺はできないですね。掛け持ちってなると、うん、その普段のパニックになりますもんね。だってその2人いるわけですから常に。そうですよね、二重になっちゃいますよ、うん、ここら辺食べるものも違うし、もうちょっともうちょっと、できる人は全然ごめんなさい、ね、話変わりますけど、そうなると、うん、さっき芝居の仕事が好きだなんて言っちゃいましたけど、うん、バラエティとバラエティの合間に行かせてもらって、ドラマの現場に行って、うんうん、台本を一生懸命覚えて行ってるみたいな兼業人たちのことどう思うんですか。いやいや、もうだって芝居に興味があるっていうだけで、はい、もう勝手に嬉しいですから。優しい。いや、めっちゃ優しい、嬉しい。救われたね。いや、好きなんですよ。うん、だけど、今の話聞いてたら、こんな姿勢で臨んでていいのかな。それはだから、僕はそういう風にできる状態を作ってるんです。うん、18歳の時に掛け持ちでやったんですよ、ドラマと単発ドラマ。うん、できないって思ったんですよ。はい、その時からもマネージャーに、僕はもう今後掛け持ちしませんって。へぇできないだけです、不器用なんですよ。だできる人はやっていけばいいと思いますし。すごい、18歳から掛け持ちしなかった。そうです、まあ物理的になんかこうそうなってしまったことはありますけどね、うん、掛け持ちしないぞって若くして宣言してる人って少ないですよね。いやだからみんな器用なんですよきっと。できるんですよ。いやでもそういう人がここまで来るってことだね。まあいや、そこに気づいた人がここまで作り込めるってことだ。そうだね、それすごい話だな。でもそうね、だからまあでもさっき言ってたみたいに、どうしても掛け持ちやっぱしないと、うん、俺でも生活ができないっていう、俺それ逆だと思ってて、はい、掛け持ちしてると一個一個に要は 120% 掛けられないんですよ、うんうんうん、掛け持ちしてんだから、うんうんうん、そうすると 120% 出さない俳優としてずっと生きていくわけじゃないですか、うん、確かに。価値その話ですけど、そっからじゃあもっともっと上に行けるかっつったらまた、うん、まあ、上それは違うのかなって、やっぱりんじゃないっていう、まあこれ、うん、いいですよ。誰でもなんかその、うん、あ、大丈夫ですよ、 ありがとうございます。なんか掛け持ちせずにやったら、っ修行中なんで、ちょっと味見てください。なるほどね、でもそうかもしれない。やっぱすごい芝居は絶対出ますよ。はい、だってそれに集中してるわけですから。うん、ありがとうございます。なんか勝手にこう、うん、高井君もそうだけど、うん、なんかやっぱ俊君とかもそういう多分考え方で、あ、そう、そっちの理由。でもなんか俺はどっかで、うん、いやそれはそういう位置にやっぱり行った人だから、ね、そうできるのかななんて思ったけど、トップ俳優さんだからそう単価も高いでしょうし、うん、っていう話になった。だけど、うん、元を正せばやっぱそういうことを18からなんか、うん、そもそもだと思うんですね。元々そうやってやってたから今があるっていう。いやーこれ俺らっていうのは本当俳優さんたちに聞いてほしい話だよね。いやでも芸人さんでも結局たくさんやるのと集中してやるのだったら、やっぱ集中してやりたいっていうのはもう思いますけどね。だってバラエティ1日もう何本もやったりするじゃないですか、はい、1時間2時間で収録終わるから。でもより今日これだけっていう方が絶対絶対込めれるじゃないですか。絶対その分ギャラ5倍っていう、うん、掛け持ちしてなんか仕事してた時やっぱ一個一個めちゃめちゃ、うん、やっぱ入れ込めなかったですもんね。そうなっちゃいますよね、うん、現場行って台本で何回やるけどもなんか全然準備も何もないっていうか、うんうんうん、なってた気がする、ね、この前だって僕映画で共演した俳優さんがいて、うん、今7本やってるっつってる。いや逆にどうやってできるの。
まあだからそうか、うん、それがこう一長一短というかいいだけではないってことだね。いっぱいこうやってることが、うん、忙しいイコール売れっ子みたいな、そういう感覚もある。バラエティーってやっぱどっちかってそういうのをレギュラー何本みたいなことをやっぱすごく、まあね、一個ステータスとしてね言われることもあるしね。でも山田さんはそこまで絞ってるって気づいてる人もそんな多くはない、うん、あ、いっぱい出てるイメージあるから。いや出てるイメージもあるてないですけどね俺。いやでもやっぱり CM もやってたりとか、うん、CM も結構断ってるからそんなに周りの方がもうめちゃくちゃやってますよ。へー。であとあのねもう何年目なの、あのショートフィルムの。あれまだ2年とかですね。はい、で今そう、あれはどういうあのミラーライヤーフィルムズっていう、うん、ありがとうございます、あの短編映画のプロジェクトやってるんですよ、うんうんうん、それでこの前小栗旬くんが監督として参加してくれて、お、まあ、あれはどういう、そもそも短編映画のは、うん、要はあれってその著名な方にお声掛けして監督してもらったりもするんですけど、はいはい、そっち実はメインじゃなくて、うん、あの一般の人たちからあの募集するんですよ。おー、うーん、監督ですね、作品を、あ、脚本とか短編のもんです、はいはい、出来上がった作品です、はいはい、で、はあのクリエイターの発掘育成がメインなので僕らは。おで、その作ったりする人たちもいるじゃないですか自主的に、はいはいはい、でも出せないんですよなかなか、場所がね、まあ、YouTube で垂れ流ししたってあんま意味ないし、かといって劇場でかけることもできないし、うん、だからそういう有名な人たち有名な監督さんとかとみんなが作ったものとセットにしてそうかオムニバスで上映をしてたんですよ。あ、そういう意図があったんだ。有名な人の発掘のために有名な人はその光を集めてるの。そうです。とあとは、まあ、そのシーズン1から4までやったんですけど前、うん、そこでは初監督でいうと柴崎コウちゃんとか水川あさみとかすごい、あと安藤正信さんとか、まあ、結構いろいろもうすでに活躍ずっとやってる方々だけども、はい、監督はやったことないっていう人たちにも、なんかこうそれはむしろそういう人たちのファンだったりその人を見てる人たちに対して、もうだって別にやんなくったっていいじゃないですか、十分成功してるんだ、だけど新たなことに挑戦するっていうことはいかに大事かっていうことを伝えるために、そんなもうね何十年も俳優やってきたけども監督初めてやってみます。それもだから僕がプロデューサーやったのと一緒で、カメラの前に立つか後ろに立つかでやっぱり全然違うので、それをそういう人たちにも知ってもらうためにすごいやっぱり度胸がいるんですよ。でこれが長編映画だと難しいんですよ。あ、やっぱりいきなり長編難しいですか。機会がなかなかないです、うんうんうん、だって長編映画監督やるってなったら絶対興行があって当てなきゃいけないじゃないですか、うん、予算がねやっぱり。でそれが当たんなかったらあの監督はこけたって言われるわけですよ。そうか、リスクが高いよね。それだけの理由じゃないんだけど、そうするとなかなかやっぱ挑戦しづらいんですよ、うん、あとやっぱりもういやいや私は監督なんてみたいなのがあるんだけど、うん、そこじゃなくて、うん、新たなことに挑戦するってことが重要なんだよっていうのがあって、でそれがオムニバスだし、うん、いろんな人の監督作品がある中の上映だから、うん、別にその誰のがこけたとかもないんですよ、うんうん、あ確かに、で短編で15分だから、うんうんうん、ハードルをすごく下げ、あ、理にかなってんですね。それでやって、まあでもオムニバスなんてのは日本では絶対当たらないって最初から言われてて、うんうん、でも当たらないって言われてるから誰も挑戦しないんですよ、はい、ってことはめちゃくちゃチャンスあるってことじゃないですか。だってライバルいないんだもん、うんうん、だからあとはもうそれを仕組みをどう組み立てていくかっていうのをずっと模索しながらやってて、で次シーズンまた5、6、7、8と1年間で3ヶ月おきにやってるんですよ、はいはい、でそこはまたちょっとやり方をどんどん変えてきて、最初は自分たちで委員会でお金出し合って作って、うん、すごいよ低い予算でみんなにやってもらったんですけど、はい、もう次からあの企業さんの企業版のふるさと納税で作るんですよ、うん、でしかも企業版ふるさと納税は企業があの、まあまあまああっちゃん分かってるだろうけども、その9割控除されるわけですよ、うんうんうん、企業としてもいいし、はい、かつそれを僕らもちろんふるさと納税なんて東京じゃないんですね、うん、地方自治体に入れることによって、うん、そこのあこれやりすぎた焦げたやつ全然大丈夫です。焦げたやつは自分に持ってくるやつ。あ、そういうこと。いやいや食べるよ食べるよ焦げたやつ食べるよ。これ高木さんそれはもう焦げてる
すいません、ね、ちょっと、いいね、これは、まあ、そうやるわ、俺が、すいません、ね、ちょっと交代、これ多分初か、難しいです、ね、まだ修行中なんですいません、いいいいね、それぞれ得意分野があるから俺が焼くから、だからあ、ま、得意な人がやればいい、焼いてもらいます、あ、レバーだ、あー、でもそれは今聞いて初めて知った、その、うん、重いね、重い、うん、あ、そうですね、うん、自らが挑戦した、はい、その裏もやるとか予算作るとかっていう経験を自然な形でみんなにシェアしてるんですね、うん、そうですね、やっぱ話さなきゃいけないんで、スタッフと、うん、映画入る前ってオールスタッフっていうのがあるんですよ、はいはい、殺傷、録、撮影照明、録音とか、うん、美術とかいろいろメイク、スタイリストいるじゃないですか、うんうんうん、それぞれの予算を割り振らなきゃいけないんだよ、あ、確かに、うん、ここでプロデューサーだ、うん、でこういうものを美術さんが作りたい、はい、ちょっとそこまでの予算はないとか、どうやっていくか、そこってやりたいことやってもらうときってまあ楽じゃないですか、うん、予算叩くときが一番しんどいじゃないですか、うん、まあ、それもやるんですか、もちろんでもプロデューサーが、うん、プロデューサーを立ててやるけども、ね、俳優としてるときって やってるときって考えもしないから、そんなこと、あ、なるほど、でもそこをやっぱ考えるわけですよ、うん、あ、大変なんだな、自分たちが現場入ってパッて芝居するときってそんなにみんな準備しててこんな大変なことを裏でやってくれてたんだって、やっぱそこに気づくことがすごい重要だから、かあ、その人間関係も大事ですよね、もちろんもう 人間関係ですよ美術技術、うん、あの人間関係をうまく調整してやること自体もまた全然違う能力ですよね、うんうんうん、山田さんってそれ得意ですか、いや、どうだろう、で好きですよね、でも俺まあそう、うん、人間関係ね、でも嫌いって人は俺あんまいないんですよ、ほぼいないですね、人嫌いになることはなくて、あ、そこ重要 ですよね、なんかまあタイミングとかいろいろいろんなもので何かぶつかったりとかしたとしてもまあそれはまあそういうこともあるよなって思うし、うまあ、あの生理的に合わないとかっていうのはあると思いますけどね、うん、何をやったって嫌いな人は嫌いだろうし、まあ別にそこを無理になんか仲良くとか疲れようとは思わないし、うん、で自分の納得のいく作品ができてる感覚はあります、あ、でも面白い作品やっぱありますよ、うん、あるし、まあ、まあ何より一番、まあ、メインはやっぱりその挑戦したっていうことがその人たちにもまず拍手ですよね、うん、面白い、え、今後どういう比率でやっていくの、俳優と、あ、なるほど、ね、その、まあ、いわゆるそのプロデューサー業というか、うん、この業界のことをっていうふうに言うと、ね、比率なんか考えたことないで企業にやってるわけじゃなくてその問題意識でやってるってことですね、そっか、プロデューサー業はプロデューサーになりたいなんて思ったことはなくて、うん、やらなきゃいけないと思ったからやってるだけです、ね、あ、必要に応じてやってるから、うん、それはだって芝居やってる方が楽しいですもん、あ、プレイヤーとしてね、うん、そこがやっぱ一番さ、うんうんうん、やっぱこれやってて、あ、これはもうたまんないなってゾーンみたいなとこもあるんですよ、ありますあります、あ、それ聞きたい、だからうわこれゾーン入ってるなっていう、あ、もうだからセリフ必要ないですよ、はい、そうなっちゃったら、へえ、何分でも喋れますよ、もう、はい、もうその状態役で完全役になっちゃってるから、すごい、なんかそういう時ってなんかアドリブがバンバン出てきてそのまま採用されてみたいな、そういう感じなんですか、アドリブっていうとあれですけどね、でもそれこそ全裸監督なんて多分僕喋ってるの3 4割は脚本に書いてないことですよ、そうなんですか、そうなのあれ、うん、あ、でもなんかそんな瞬間だろうなっていうぐらい、4割言い過ぎ、まあでもそうだな、結構なんか、あ、なんかお互い笑い合ってて、なんかうわーやってて、なんかリアクションもなんか生っぽくて、うん、アドリブっぽいっていう瞬間あったんですけど、結構な頻度で入ってたってことですか、もうだってシーズン1の1話とかで僕がバーッと喋ってるとこも、はい、段取りやってみるわけですよ、現場行って、はい、足りないんです全然セリフの量が、そうするともう段取りやった後に一人でこうその後にこれをこの人たちに対して何を言おうかな、この人のこの後の時間ってどういう時間だろうかって、そしてここにはこういう人たちが待ってるだろうな、じゃあそこのことを伝えようかとかって思うと、そこでセリフをまあ自分の中でバーッと考えていって、それをテストでまあ練習しながらあのちゃんとこう固めていって、で本番でやるみたいな、え、それは監督とか脚本家もあ、そっちがいいねってなるんだ、う
脚本家は基本現場にいないですからね。ああ、まあ、そうなんですね、うん、現場で監督が、あ、それがいいってなったらもうそれ、もうテストでやってみて、うん、それ嫌だなっつった思った時は言ってくるじゃないですか、うん、あれちょっとやめてください、うん、あ、分かりましたって、これなんで言ったかというと、うん、つってこういうここ、こういうことがあるからこれを言ったんですけど、うん、って、うん、あ、だったらまあ言った方がいいっすねなのか、あ、だとしても違う言い方で伝えてもらっていいですか、あ、ちょっと考えますみたいなっていうやり方をしますね。この台本をずらさないタイプの流派の人ってのもいるわけですよね。そうだと思います。もう一語一句変えないっていう、絶対変えない、変えさせない監督もいますし、うん、あ、そうだ、変えさせない監督と山田さんってなんか今の話の流れだとなんかちょっとぶつかるのかなと思っちゃうんですけど、ね、いや全然そんなことないです。そんなことない、うん、まあなんだろうな、その作風とかにもよると思うんですけど、うん、基本そのなんか時代とか職業とかそういうことではなくて、やっぱり感情移入してもらいたいわけじゃないですか、見てる人に。そうなるとやっぱりなんか不自然なことをしたくないんですよ、はい、なんかそこをなんかこう、女性のセリフはすっごくよくあると思うんですけど、何々だわってうん、はい、聞いたことあります？確かにないですね。言う人、文字とか漫画の感じではなんとかだわ、自然だけど、でもめっちゃあるんですよ、いまだに。あ、それ言うのってやっぱめっちゃむずそうで、見てて、うんうん、でそれを結構やっぱ不自然なんですよね、見てても。あ、そういうところは語尾別に言いやすいように変えりゃいいじゃんと俺は思うんですけどね。だ、自分たちでそうやって脚本作ってる人がもう、あの、一応ガチガチに作るけど、うん、もう現場ではもうご自由にって感じですね。なるほど。まあ、伝えなきゃいけないことはもうここに書いてあるんで、うんうんうん、そこからずれなきゃいいんで。なるほど。まあ、河瀬直美さんなんかそれこそ一度僕短編で一緒になっただけですけど、まあ、普段からあのまずセリフとかは作らないんですよ。まあ、海外とかでもそういう人多いですけど。作らずに行くんですか？あの、脚本がそもそも。え、どういうシチュエーション、この場でこういうことを伝えてほしいみたいな。あ、趣旨だけで書いてあるんだ、すごすごいな。でも海外とかでも結構そういうやり方あるみたいですよ。美味しいっす。美味しいっしょ。これレバーする？ハツとレバー。ハツとレバー。美味しいっすし。うん。さすがっすね。俺もこんな話したことないから、高井君と。うん。面白い。へぇー。あんま芝居の話とかしないかも。いや、すごい聞きたいもん。だってもうザ芝居の人じゃないですか。そんなことないけど。いや、もうそのこんだけ突き詰めてこの、うん、いろんな役になれる役者さん何考えてんだろうはみんな知りたいですもん。どうやったらあんなことできるのと思ったけど、めちゃくちゃ努力してるわけじゃないですか、うん、没頭して研究してしないとできないですよね。だってそれだって掛け持ちもできないとか、うん、もうまっすぐ向き合って、うんうん、だからやっぱ我々なんか外から見てると、あ、そういう特殊な才能の人なんだって思っちゃってたんですけど、思うんうん、ね、うん、いや、あの人特別だもん、天才だもんって思っちゃうけど、それだけ覚悟決めて18から1個しかやんないってやっぱ分かんなかったですもん。うん、まあ本当シンプルですからね。その人のことをどれだけ長く考えてるかってことなんで、うん、清原果耶さんとかはやっぱそれがもうできてるなってやっぱ思ったってこと。もうだってオーディションの時って脚本渡すわけじゃないじゃないですか、はいはいはい、それで完全もうそのキャラクターだったから、うん、なんかハマったんでしょうけど、その当時の彼女にも。うん、でももう嘘でしょみたいな、もう勝手に動けるんですよ。だからだってオーディションだけどもうセリフがここで終わってるとみんな芝居終わるんだけど、うん、その後一言言って出てったりとかするわけですよ。へー、それこの人のその気持ちが分かってないとできないですよね。ガラスの仮面みたいな北島麻弥の世界ですよねあの子何みたいな、うん、いや本当そうですね、はい、そういう役者さんって出会ったりするもんなんですか、うん、その上の世代でも同世代でも、あ、こいつなんかとんでもないなこの人っていう。でもみんなそれぞれそのなんか得意分野が違うだけだと思うんで、まあ、それぞれみんな特殊ですごいことを持ってますよね。なんか自分と全然違う流派でびっくりしたとんでもない人とかいるんですよ。流派っていうかそのあれだけど、でも僕だって達也くんみたいな芝居はできないですから。あ、それすごい聞きたい。藤浦達也さん、うん、
と自分の違いみたいなのってなんかあるんですか。いやだから達也くんも想像したら、はい、なんとあるじゃないですか、はいはい、あれできないです僕。あとまあじゃあ鈴木亮平みたいにあんな体作り込むとか、あ、なるほど、できない。でももうそれも精神的なもんです。みんな同い年だもんね。亮平くんは同い年ですよ。あ、そうか。あ、なんか。あ、でも83年なんだけど、そう、学年が一緒。あ、そうか。そう、達也くんもそうですね。まあ俊くんもそうですし。藤原達也さんってやっぱ、うん、そのなんか俊くんと喋ってても。うん、あいつがすげえんだよなって言うんだけど、そういう会話があるんだ。ある、うんうん、な、何？いや、わかんない、達也くんの何か、すごいと思うんだけど。あとはじゃあその僕の同じ人で言うと松田龍平とかは、もう僕昔からずっとファンで、うん、あれできないですね、もう。面白いこの話。あと瑛太くんも同じでしょ。瑛太くんそちらと一緒。あ、俺と同じでした。そうだ、うん、松田龍平さんのこれできないな、さっきの鈴木龍平さん体作りできない、うん、藤原竜也さんってもう藤原竜也さん、うん、あれできないな。龍平さんは何なんですか。松田さん、あの立ち方できないです。え、ちょっと何ですか、立ち方って何ですか。何だろう、たった立ち方っていうか、居方、たたずまいってやつですか。うん、もうあれはやっぱ中から出てきてるもんだから。うわ、でもなんか分かんなくもないよね。なんかだから何すかね、もう憧れっていうか、へえ、ずっと憧れてますね、龍平君には。山田さんが憧れてるってすごいね、うん、だって持ってないからあれ、まあ、違う。それこそでもそんなこと言ったら佐藤二朗さんとか室津さんとかも、はいはいはい、もうできないですよあんなことは。それも いっぱいいます、やっぱりいろんな人がこれできないなっていうのは。そういう人なんてやっぱ嬉しいもんですか。ワクワクしますね。あ、しますよね。うわ、俺もそれ欲しいなみたいな。みたいな。実際二郎さんには言ったら、いいんだよお前はこんなことはやんなくて、ね、いや、違うよ、全部欲しい、全部欲しい、すごい。吉田鋼太郎さんとかは。鋼太郎さんも面白いですよね。鋼太郎さんそれこそ全裸監督で共演しましたけど、がっつり、まあ、まあ、できないですよね。やっぱだって人が違うから、うん、あのやってることは俳優が芝居をやってるんだけども、はい、でもやっぱできることできないことはやっぱありますよ。アプローチのでも仕方はやっぱり同じようなことをしてたりするんじゃないの、みんな。その役に入るっていうことに関して分かんないです、話さない、人の聞かないっすね、うん、でも今の山田さんのセリフでめちゃくちゃ面白いなと思ったのが、違うっすよって言いながら全部欲しい全部欲しいって今言ってたんですよ、うんうんうん、そういう自分もいるってことですよね。もちろんもちろんです。だからそのできない芝居を やれるように、うん、だその昔だったらあの時代劇やってみたいなとか、はい、あのコメディやってみたいなとかあるわけじゃないですか、うん、もうそういうようなんで、うん、ああいう芝居できたらいいけど、うん、まあ無理だなみたいな、ワクワクします。それ今でも上とか同世代だったけど、うんうん、まあ清原さんもいるけど、下の世代で男性で、はい、うん、そういうもうちょっと焼いてもらおう。あ、そうなの、普通のターンでいいの、うん、そんなにこう見ないからな映画を。下の世代の、はい、男性男の人で、はい、かなり限定したねっていうのはあるの。でも大河はやっぱ結構すごいと思いますけどね、中野大河は。中野大河くん、大河は僕がやってたドラマ版のウォーターボーイズを小学生の時に見て、うん、俳優になりたいと思って俳優やり始めて、でスターダスト入ってきて同じ部署、うん、で今マネージャーも一緒なんですよ。はい、だいぶ追いかけてきてる。いや嬉しいですよね。いいですね。あ、そうなんだ。なんかすごい役者さんでドラマ映画すごい見るタイプの人もいるじゃないですか、うん、好きな人はやっぱ斎藤工くんとか、はい、もう映画が映画を愛し、ちょっと変態なぐらい愛してる、めちゃくちゃ詳しいですよ、うんうん、でも山田さんはそのそっちじゃないってことですよね。やるのが好きなんだ。なるほど。だし、まあ何よりその役というものと一つになれるっていうことの喜びが強いんですよ。なんかその役って何なのかっていうのは、いや脚本家の人が書くわけじゃないですか、はい、書いて生まれたわけじゃないですか、うんうん、でも手も足も目も鼻も口もない状態じゃないですか、うんうん、それを実際にいる人間のようにする作業、うんうん、だからなんかこの脚本って僕はなんか魂が生まれたみたいな感じだと思うんですね、はいはい、でも何も伝えることができないから、それをこっちの魂一回外出して中に入れて、その人の手となり足となり目となり口となり
こうなんかその人を存在させる肉体を貸して、うんうん、なんかそういう感覚ですね。それの何がこんなに魅力的なんだと思うんですか。いやだからその人のことをちゃんとその人の言いたいこと、その人の意思だったりとかその人の生き様を人に伝えてあげることができる。ああ、それはすごい特殊な仕事だと思うんですよ。確かなかなかあんまない。まあでも基本表現ですよねやっぱり。それの形が多分歌だったり絵を描いたりとか本を描いたりとかなのかもしれないけど、なんかまあその一つであるから俳優というのは偶然とも思わないんですよね。このタイミングでこの役が来たっていうのは、いやなんかそれ面白いな。多分今それがこの世の中社会なのか、はいはい、この時代なのか分かんないけど、うん、にこの人を存在させてこの人の意思を、うん、この人の代わりに伝えなきゃいけないタイミングなんじゃないかと思ったりもするんですよ。全てではないですけど必要に応じてこの役は来たのだと、うん、このメッセージは伝えたい人がいて伝えるべきタイミングがここにあるんだって感じるってことで、それがなんかあ多分今俺がその役割なんだなと思ったら受けるし、これは別に俺じゃなくてもいいんじゃないかなと思ったらお断りするし、その社会のニーズがあってその役が存在しているっていう感覚もあるんです、ね、うん、なんかなんとなくそういう時もあります。面白い。役者さんにとってその脚本って何なんですか。どういう取り方なんですか。絶対的なものなのか、いやそれとも何かこう地図みたいなものじゃないですかね。そこを頼りにやっていくんだって。そうですね。でもこうこっちから勧誘していくというか影響を与えて本が変わるってこともあるんですか。あるんじゃないですか。ドラマとかは特にその最初から全部上がってる時もあれば、うん、撮影しながらどんどん次のが出てくる時もあるんで、うん、そうなるとそれをやっぱり1話2話とかを見た脚本家の方が、あアイデアが湧いてきてじゃあこういう要素出そうとかっていうこともあったりしますから。うん、すごいな。でもここまでいろいろ話していただいて、うん、だから酔っ払ってない？は？いや酔っ払ってはいるけど聞いてるよ。あ聞いてるんだ、うん、普段そういう話しないんですよね。しないよ。普段何話してんすか。いやもうなんか下水話しかしてない何その何なの俳優とあってもこんな話しないですよ。あそうなんですか。役者さんってなんか芝居の話してみる。今日は本当あっちゃんいるから、うん、あれだけど普段は、うん、そう赤西くんとかね、うん、一緒にいる時は、うん、もっと強いから俺にもうガンガンに来てくれるから、うん、今日はそのフォーマルな場だっていう認識で気使ってくれてるけど、うん、そうじゃない。普段はねもっとなんか、うん、てか俺あっちゃんのことなんかいろいろあっちゃんの話聞けると思ってきたら、はい、俺ばっか喋ってて、いやいやいやまあでもそっか。あでもいやいや、ね、聞きたいことはあっちゃんが喋るのは他でやってるからそりゃそうなるか、うん、いやいやいやあると思うし、あれだけど、俺見たことない今日。あそうなんだ。もうそういうのもすごい面白い。面白かった。ちゃんと やってんだよ真面目に俺いや本当すごい土下座した記憶しかないから最近で言うと、うん、まあ土下座し返したけどね。いや謎に帰らせてください、うん、二人で土下座してんの。めっちゃ仲いいじゃん、うん、本当仲いい。いや本当仲いいんだけど やっぱここまでの話俺は掘り下げて聞けなかったから、うん、やっぱ相方呼んでよかったなって。いやいやいや、うん、本当にいやもう、うん、美味しい料理とこんな素敵なゲスト、さすがですねあなた本当に。いやいやいや本当にありがとう。こんなだいい全部使うけどいいこれ。もちろんでもなんかそうね、これが1回目出れば他の人もオファー受けやすいんじゃないですか、うん、いやそれは本当にそう思う。いやありがたい。何やるか分かるから。だって俺場所と時間しか聞いてないからな、何聞かれるんだろう。いや本当にごめん、よく来てくれたよ。いやいや本当に。しかもなんか藤森くんのただチャンネルだったんだけど、うん、あっちゃんも一緒にいるっていうから、うん、なんかすごい業界のなんか闇とか聞いてくんじゃねえかな。そうじゃないの本当にそう思われてるからいやそう思われてるよ。えぐいボール投げさせられんじゃないかな。それはしょうがないよそう思われるのは。はい私の責任です。でもどうでした、はい、今日あっちゃんあほぼまあちゃんとこういう形で会って
カメラなしで話したい、はい、カメラなしで確かにね、何割かやっぱ、まあ、まだ抑えてる部分が、カメラの前っていや、なんか あとやっぱその一応ゲストっていうことで、はいはい、話を聞くっていうあっちゃんのねだけど、そう、はいはい、単純になんか、まあ、聞きたいっていうか、うん、会話をしてみたい、なんかだってあっちゃんがその何を考えて、うん、例えば YouTube で発信してるかとか、うん、見てて分かる、その汲み取れるとこもあるけど、うん、そうじゃないところ もちろんあるじゃないですか、うん、はいはい、だからそういうのとかを普通に話をしてみたい、はい、嬉しい、そうね、そんなに興味持ってもらえるだけですごい嬉しい、ないとこで、いやでも本当に一表現者としてめちゃくちゃ尊敬してたんで、あれあれそうす、もう話聞けて超嬉しい今日、いや良かったです、でもやっぱりあの人天才だわっていうのはずるい逃げだよね、そうだね、話聞いたらね、やってるってことだから、うん、てその天才、いわゆる世間一般でいう天才って、はいはいはい、いると思います？だってどうなんですかね、結局みんな死ぬほど努力してるじゃないですか、なるほど、うん、マイケル・ジャクソンでもイチローさんでも、うん、なんかもうなんかその反復練習と、あとはそれをやっぱりある程度どんなものでもやっていくと頭打ちというか詰まってくるじゃないですか、うん、それを次どう超えるかを別のラインを考えていくっていうことを繰り返してる人たちだと思うんですよね、確かに、だなんかその天がからもらった才能みたいなのはいないんじゃないかなと思うんですけどね、確かに、あ、まあ、あの学者とか、うん、そういうとこではちょっとあるかもしれない、でもそれもなんか結局考え方の視点を変えるっていうとこの戦ってない人はいないってことですよね、なんかレパートリーの多さというか、結局努力してると思うんですよね、面白いわ本当とね、で今だからもう俺は努力してんだぞっていうことを一生懸命こういやそんな風に受け取ってないですよいや単純にその努力の仕方が面白かったんですよ努力っていっぱいあるじゃないですか、でもなんかあんま効果出ない努力もあると思うし、いろんな努力あると思うんですけど、山田さんの努力がそれだったんだが面白かったんですよ、うん、あ掛け持ちできないなっていう気づきとか、うんうんうん、役に役作りってこういうことでしょの認識とかが、うんうんうん、すごく面白くて、うーん、言われたらそうだなって思うんですけど、多分それをやってきたからこういう役になったんだっていうのがすごい面白いです。室伏さんが、はい、あの網をこうやってたのとか俺すっごい覚えてて、覚えてます？室伏さんのハンマー投げる、ハンマー投げですね、あの魚取るやつ網あるじゃないですか、うん、クワッと投げるやつ、投げ網、はい、あれをグラウンドでなんかこうやってた練習増えてすっごい覚えてて、やっぱみんなは何やってんだこの人なんだけど、うん、まあ動きとしては同じだし、うん、でもっと繊細じゃないですか、うん、ハンマー投げだったらこっちの重さに引っ張られるのを耐えるわけだけど、うん、網は軽いから、でもそこのなんか微妙なやつを練習してんだろうなと思ってて、うん、なんかああいうのはすごいワクワクする見てて、イチローさんのルーティーンとか聞いた時ともやっぱワクワクしないですか、はあ、何十年間ずっと同じもの食べて、うんうん、朝、はい、同じことを繰り返すっていう、うん、あの勇者ヨシヒコでいうと佐藤二郎さんとかって、はい、もう本当アドリブでやってるような感じあるじゃないですか、うん、あ思います思います、もうガッチガチにセリフ固めてきてますからね、そうなんですか、もう勝手に言うけど、これは聞いたことある、それは嘘だ、佐藤二郎さん、いやいやいや、あれはアドリブです、それがすごいんですよ、だからアドリブ思わせちゃうのだ、そう見せれる、どこで噛むとかどこで言い間違えるとか全部自分で家でやだやだ嘘、だって舞台自分で、やだ怖い、舞台嘘だ、舞台だって二郎さん自分で力技っていう劇団をやってる人です、はいはい、だから脚本も書くし、だから僕二郎さんが自分で書いた脚本で過去に舞台でやったものを二郎さんが映画化するっていう時に僕それ主演でやらせてもらったんですけど、はい、もっと作れる人なんで、はい、もうあれもだから決めてるんです、全部頭の中で、すごっ、騙されてる、いやじゃなくてすごいってことですよ、もう勘弁してください、本当にすごい、で、あのしかもあのシーズン3までやってるんですけど、はいはい、最初の頃はあの現場に来て、うん、あの段取りやってテストやって本番みたいになったんですけど、うん、もう後半は段取りもなしです、え、もうカメラ構えてて二郎さん来たら本番、すごすごい、もう用意ドンなんで、でも作ってるから完璧に入ってるからできるんですよ、うわーすごい、すごいです、アドリブと雰囲気と語彙とかじゃなくてパーフェクトな芝居をする人なんですね、そうです、二郎さんめっちゃ真面目です
それ言われ最後ジローさん恥ずかしいと思うけど言われていいのジローさん、えそんなこと言われていいの、なりそうだけど、もやめろよ。でもさ、でも嫌いになれないじゃん、見たくなるし分かってても、まあね、逃れられない技だもん、あれ。でもだ、それででも、そこまでガチガチにやってて、人を笑わせるってすごいことじゃないですか。すごい、まあ、とんでもないですね。でコントなんかもそうですよね。めちゃくちゃ練習して、間から何から全部やるわけじゃないですか、漫才も。なまあ、ジローさんもそれをやってるんですよ。一人で。面白い。すごいな。楽しかったね。楽しかったです。じゃあ、お味の方はどうでした？めちゃくちゃ美味しかった。美味しかったの。ここやっぱり紹介しないよ。しない方がいい、その、常連さんが来る店なのすごい分かった。名店です。さすがだね。それは、お店側があんまり PR はしないでねっていうことなんですか？あ、もうあるし、もともと僕もそんなにここの名前は出したくなかったんだけど、うん、連れてきたかったお店。でもだってすごい数見られるから、知ってる人が絶対コメントで書く。まあ、知ってる人はいいんだよね。それはいい。知らない人がわーって来ると、うん、そうそうそう、困るってことね。あ、知ってる人はあそこだなはいいんだけど、うん、書かないでほしいですね、はい、お店の名前とかはコメント欄でじゃあブロックう、うん、もう徹底的にブロックしてる。それ許さない。わかりました、わかりました。なんか知ってるかもしれないけど、はい、ブラないでほしい。わかりました、じゃあ、うん、名前を書かない、はい、ということで楽しかった。本当にありがとうございました。もしかもあのそんな謎のこと聞かれるかもしれない現場に飛び込んでいただいて、いやめちゃくちゃ嬉しかった。だってあっちゃんと何話せんだろうと思って、はい、っていうのとワクワクと怖い。何聞かれるんだろう。でも恐怖心やっぱあります。いやだからその一応こういう会話しますよ、こういう企画ですよっていうのがあったら、うん、はいはい、んだけど、この日この場所この時間しか聞いてないから言えない何かがあるんじゃないかと思ってマフィアのやり口なんか隠されてんじゃないか。 それを伝えると来ないかもしれないからっていうなんか爆弾的 な、ね、本当にそんなつもりなくて、うん、なんかリラックスいつもの延長ぐらいの感じでやりたかったんで、うん、思ってるより恐れられてたっていう、ね、でも、うん、本当にこれを一回高井くんがやってくれたんで、そうだね、こんな回だったから、また次は本当にすごい出てくれやすくなるかもしれない。そうだ、本当に山田さんのおかげだ、はい、普通の会話、普通の会話ですよ皆さんです、ね、またこれからも仲良くしてください。いやぜひもうちょっと本当プライベートで、はい、プライベートでぜひぜひお話したいです。そこはもうちょっとおつなぎします、ね、お友達になるっていう会にしよう、うん、そうだね、あ、うん、思い出した。でも俺あっちゃん LINE 知ってるはずだ。どうでしょう、うん、もう変わってますよ多分。まあまあまあ LINE はねちょっと後あれだけど、はい、ちょっと教えてお友達、そうだね、はい、お友達を作ろうでいいじゃん。ダチ飲みってどう、うん、あダチ飲みんじゃない、はい、だから俺のダチ、はい、だけど紹介する後に中田のダチになる、はい、そんなに友達いるの、はい、いやまあそこまでいないんだけど、でもいると思いますよ。まあまあまああの人出てきそうだな、いずれ。え誰だろう、え誰あの人、あの人だよ、え前一緒にいた、あの誰誰、え、え、え、あの人、さあ昔の、本当美味しかった。誰だ、いや、いますよ、ダチはいっぱいいますから。そうですか、はい、ということで、はい、山田孝明さん、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ごちそうさまでした。楽しかった、ありがとう、ありがとうございました。プログレスのお知らせです。プログレスとは学びを実践するコミュニティです。自分の強みがわからない方、強みを伸ばしたい方、強みで活躍したい方、どの段階の方も適切なメンターに出会うことができ、学びを実践するチャンスがあります。それがイノベーションコミュニティプログレスです。中田敦彦の生配信、授業を深掘りした感想や社会情勢の分析を毎日視聴可能、要約記事やアーカイブも充実しています。メンバーとの交流、オフ会やメンターとの出会いが日々誕生。グループ活動も盛んで、 AI などの最新のテーマについても遊ぶように学べます。たくさんのメンバーとの出会いと学びを安心して楽しんでいただくために、 Discord や独自 SNS を使った治安維持にも力を入れています。独自イベント、中田敦彦が企画、メンバーが出演、参加するイベントを定期的に開催。
興味のあるものを選んで参加できます。メンバーへのお仕事の依頼をサポートするエージェントサービスも運用中。いかがですか？もっと知りたいという方は概要欄のリンクからプログレスのページへどうぞ。チャット GPT を活かしたガイド係もお待ちしています。人は何者にでもなれる。いつからでも。月額980円で人生の扉を開きましょう。